ホテルニューオータニに設置されたロートアイアン製スクリーンホテルニューオータニガーデンコートのアトリウムチャペルロートアイアン製のワインラックロートアイアン家具はヨーロッパの文化として発展してきた連鉄を使った家具である本来ロートアイアンは連鉄という意味であり日本語で言うロートアイアンはアイアンワークというべきであるヨーロッパなどでよく見られる装飾が施されたモンピアフェンス等のエクステリア 表札や、看板やポスト等の小物、また、インテリア部材である日差し、階段手すり等のインテリア、家具や雑貨のアクセントとしても利用されている。歴史は、ローマ時代まで遡ることができるが、王朝時代、バロック、アールヌーボ、アールデゴなど、時代のデザインスタイルによって変化、発展した。また、地域、民族の文化によるバリエーションも見られる。もともとは、 全て手作業による単造によって作られていたが、昨今では工業化が進みイタリアやイギリスから、規制の小パーツを輸入し、それらを組み合わせ作成することが大半である。またそれら小パーツの生産においても大幅な機械化が進められている。規制パーツを使用せず、すべてハンドメイドで作り上げられた製品もあるが、非常に高価でありデザイン面も含めて、作品として、 工芸的に扱われる。特に螺旋階段などにおいては、現物合わせにせざるを得ず、場合によっては、実物大の模型を作り、それに合わせて制作することもある。また、現代の需要としては装飾としての価値にとどまらず、高い防犯性を実現したロートアイアンは、装飾美と機能美を兼ね備えている、セキュリティ設備としての側面も認められる。特に、 ロートアイアン製の面講師は侵入防止としての価値を見直されている。棒状の鉄や鉄板を加熱し、曲げる、ひねる、伸ばすなどして加工し、必要な小パーツを作成し、その後各パーツを溶接、研磨して完成する。そのままでは錆びやすいので、アエントキンや塗装が行われる基本的には、鍛冶屋とほぼ同じ工程であるが、鍛冶屋が生活用品を作るのに対して、 ロートアイアンでは工芸物や建材を作る点が異なる。一点物が多いためにオーダーメイドが基本であり、受注に際しては綿密な打ち合わせが必要である大型の外構製品、重量がさほどない門扉などが愛製品であれば、支柱をコンクリート壁などに固定し、連結することで取り付けされる。大型重量物の場合、コンクリート壁、 地面埋め込み固定などが必要になる場合がある。小型製品の表札、爪飾りなど、ピン差し込み、仕様と、ビス取り付け仕様があり、いずれも取り付け面に直接固定する。ピン差し込みの場合は振動ドリルなどで穴を開け、シリコンを流し込みピンを入れて固定する。ビス取り付けの場合は上下左右のバランス、水平を見た上で、ビスの仮止めし、一旦抜いた後でシリコンを流し込む。 その後ビスをねじ込み固定する。ゴシック様式は12世紀半ばからイルド・フランスを中心に形成された建築様式であり、大都市のカテドラルにおいてその典型例を見つけることができる。15世紀のロートアイアンは常温で鉄を加工していたため、木や石の装飾に比べデザインに限りがありシンプルである。ヨーロッパ全土に受け入れられたゴシック様式とともに、 全ヨーロッパへ鉄工芸が伝播していったのである。古典古代の復興を目指したルネサンス様式は、より装飾性を帯び、巨大化した鉄製品に施した、金塗り、銀塗りといったカラーリングが特徴である。バロック様式は、17世紀前半のローマで、華々しく誕生し、熱狂的な信仰心を求めたカトリックの、浄動性と、先生君主の権力を象徴するにふさわしい。 様式として広くルフした幻想性豊かな装飾を特徴とする18世紀フランスの貴族たちのサロン文化、宮廷文化を背景としてバロック建築の重厚でダイナミックな表現から軽快で言うが繊細な表現と大きく転換されたそれがロココ芸術のイメージである繊細さの表現として花などのモチーフを中心にしている例だが重くない というのが、ロココ様式の特徴である。草木や花どのように、S 字型の流れるような曲線を、鉄やガラス、タイルなど新しく大量に供給されるようになった工業製品も使って作り出す。曲線だけで十分な装飾性を表現しようとするのが特徴である。革新的なその様式は、現在でも多くの人を引きつけてやまない。 1925年、現代工芸美術国際博覧会、略称アールデコ博がパリで開かれた。バレエなどのロシア趣味、ジャズやカクテルなどのアメリカ趣味、ツタンカーメン発掘を契機とするエジプト趣味、浮世絵や和室、着物などの日本趣味、アールデコの要素の多くはフランスのものではない。しかしフランスはそれらのあらゆるエキゾティシズムを受け入れて、そこから モダンなライフスタイルを提案したのであった。幾何学的な文様に草花をモチーフとしたデザインが特徴である。厳しい直線と素材の持つ風合いだけで美を表現する。装飾性を捨て、鉄素材の表面加工の多様性だけのスタイリッシュなデザインが特徴である。8、40年以上の実績。 老舗メーカー株式会社メタルクリエイト https コロンスラッシュスラッシュ www.metal-creat.co.jp e スラッシュありがとうございます。